どうもみなさん、おやすみます。ボクシングです。はい。ということで、今回もツイッターで募集したまるまるエピソードを話していきたいと思います。今回のテーマ、ででんなんとですね、学校や職場でイラってきた話ですね。まあ、そうですね、学校で言うとまるまる先生がうざいとか、まあ、あの、職場で言うと上司がう,うざいとか、そういう話になってきますね。 さあ、私のリスナーさんは、どんなことにイラついてるのか、リプを読んでいきたいと思います。えー、マイケルさんからのお便りです。謝るときに、趣味ませんと言ってくる50代男性、とりあえず可愛くないですよ、とは伝えました。<laughs> 趣味ません。趣味ませんですか <laughs> まあまあまあ、僕はその場にいないんでわかんないですけどね、結構面白いとは思うんですけどね、なんかイラってきたそうですよ。 続きまして、ゴンザレスさんからのお便り。学校にガムを持っていったら、それがバレて先生に取られたんですが、職員室を覗いたら、先生たちが僕のガムを食べていたこと、これは怒っていいんじゃないですかこれね、先生がね、持ってきちゃダメだって怒って取り上げたのにもかかわらずね、先生が食べていた、これはね、もう請求もんですよ。もう、150円請求しましょう。 続きまして、たけさんからのお便り。部活中に立って寝てたら怒られたこと。これすごいっすよね。立って寝るってもう鳩の領域ですからね。これはね、すごい話ですね。うん。<laughs> でももう、たけさんは、多分、鳩なんだよね。うん。 続きまして、リルラさんからのお便りです。先生がボクシング信者だった。これはね、死活問題ですよ、これ。これ中学校の先生か、小学校の先生か分かんないんですけど、高校の先生かも分かんないんですけど、これね、あまりにも良くないですね。教育的、ちょっと、あの、教育的に良くない。うん、これはね、もう PTA に言うべきですよ。これは間違いないですもう PTA に言うべき。続きまして、アンソーさんからのお便り。せっかく自分の教室に持ってきたチョークを隣の教室の先生に パチられたこと。これはパクられたことでいいんですかねこのね、一生懸命ね、遠いどっかにある教室からね、チョークを持ってきてね、隣の先生にの取捉えてしまったとこお前何をしてんだとあ頭引っ張いた方がいいですね、これもう本当に。もうイラってしますね、これは。続きまして、俊介さんからのお便り。授業を真面目に受けていたら、おいお前うるさいぞって言われて、喋ってないですって言ったら言い訳するなって言われて。えー、ほぼ毎回。 教育委員会に言いつけて先生をどっかに飛ばしました。これはね、勝った話ですね。うん。先生に勝った話。PTA と団結してえ、勝った話ですね。これ。素晴らしい。これ同じ人ですね。続きまして、ゴンザレスさんからのお便り。トイレをしている時に隣にボクシングがいたこれいないですからね。全くわからない。このボクシングネタやめてほしい。あのー、学校や <laughs> 職場にボクシングはいませんよ。私はいないんでね。うん。 すいません。続きまして、シオンさんからのお便り。ボクシングさんが DM 返してくれないこと。これね、あのー、分かってほしいんだけどね、DM とかってね、もう、すごい時なんか1日40件とか50件来るんですよ。あの、本当に返せないですよ、これ。これね、例えば誰、誰か1人返すと、え、〇〇さんは返してくれたのに僕には返してくれないっていう問題が生まれたんですよ。前まではところどころ返したのに、そういう問題が生まれたんで、僕の DM は基本的に、 あの、すべての人に、えー、返事ができないんで、できればですね、そういう、えー、ちょっと分かってほしいですね。そういうことはあまり言わないでいただきたい。うん、僕からのお願いですね、これ。続きまして、あゆみとさんからのお便り。めっちゃ忙しいからって、無駄に八つ当たりされる時ですね。忙しい時ほどその人の本質が見えてくるということで。 いやですね、僕はですね、高校時代、その、和食店で働いてたことがあるんですけども、で、僕の一個下の子とね、和食店やってたんですね。あの、僕は油担当だったんで油、油そのことやってたんですけど、もうすんごい忙しかったんですよ。もうね、もう串も100本とかもボン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 注文が来る中、 もうすんごい忙しい中、もう手も動かしながら喋ってたんですよ、その、そのこと。そしたらね、店長でもない、なんかよくわかんない、その、うーん、30前半ぐらいの、なんかよくわかんない人が、お前らくっちゃべってんじゃねえってすっげえ怒られたんですよ。いやね、喋ってて、作業が遅れてるとかね、ちょっと仕事に支障が出てるならまだしも くっちゃべってるだけで問題視するあの人。嫌ってきた、俺も。バック続きまして、青い豆さんからのお便り。学校、先生の男女差別。いや、もうね、男女差別っていうかね、これはね、一つの、こう差別っていう言葉は良くないですね。これ区別ですね。やっぱりね、あの男女は平等であるべきなんですが、やっぱりね、女の子っていうのは弱いしね、 可愛いんで <laughs>、やっぱりね、女の子はね、優しくしないとダメです。うん。まあ、社会は、まあ、女性の方が有利、有利とかね、言われてますけど、しかしながら男性の方がね、やっぱりね、日本は強いですね。海外とかを見るとね、やっぱ男女差別っていう、区別、まあ、区別っていうかね、そんな感じはないんですけど、少なくなってきたんですけども、日本はやっぱまだ男性社会が、すごい、なとは思いますね。 はい。続きまして、松さんからのお便り。奈良判定をされたとき。これね、ボクシング連盟の話を知ってる人はね、奈良判定っていうのはわかるんですけど、これもうあれですね。自分、だから権力で勝たせるっていう、この、なんて言うんだろうな、力で勝たせる。本当は勝ってないんだけど、力の関係で勝たせることですね。この奈良判定をされたときって、結構でも野球に関してもそうですけど、やっぱありますよ。 全然ありますよこれ奈良,奈良判定というかその疑惑の判定というのはあるんでまあ世界を見てもねこれあるんですよベースボールに,にしてもそうですけどやっぱりアメリカの有利のようになってますからソフトボールもそうですよこの間の世界のソフトボールのなんか審判もちょっとおかしいぐらいねやっぱアメリカをお聞きしたりすることがあるんでこれはねちょっとねスポーツやってる人にしたらねやっぱフェアでいきたいですよね 続きまして、りょうさんからのお便り。担任がボクシング CH だった時、これはね、非常にいいですよ。皆さん授業中ゲームできますからね。 もう僕が担任の先生だったらもう1時間目フォートナイト、2時間目 PUBG、3時間目フォートナイト、4時間目スマブラとかそういう日程ですからね。ね、5時間目昼寝みたいな。そんな感じなんで、これね、結構メリットあると思うんですけどね。これあの、だった時の話ですよね、これ。学校や職場でイラついた時の話じゃないですよね、これ。これボクシング CH が先生だった時の話ですからね。これ全然違います。的外れですよ、これ。 続きまして人間さんからのお便りです先生が注意してきた時うーんもう僕はねあんまり注意されたことがないんですよね高校の時はなんか僕の高校はすごい厳しくて授業中寝てると居残り勉強させられるぐらい厳しかったんですよでその巡回が来るとあのその巡回の近い窓の席の人がねあの巡回が来たってアピールするんですよね僕ののの高校の時の合図はおですね ああっあって言うと、みんなバダっと起きる。もうパーッつって。もうおーって聞こえた瞬間、もうみんなね、飛び起きますよ。このおのね、パワーワードはね、今でもね、言われたらもうパパッ、はい、はいってなるかもしれないですね。ちょっと何言ってるかわかんないですけどね。うん。じゃ注意された時はもう、いらってきたっていうことなんでしょうね。はい。続きまして、ケイスケさんからのお便り。 帰りの会で担任の話がいつもより長い時、これね、もうマジでね、もう便乗になっちゃうんだけど、あの、僕のもう高校時代がすっごい嫌な担任だったんですよ。なんかもうよくわかんない。で、気分で、なんかもうわかるんですよ。なんかもう教室入ってきたらドアがバーンって、もう教託の前ドカーンって座って、なんだてめえらーとか言って、僕一回うざいのが、 その、ロングホールルームって言うんですけど、その放課後のね、そのミーティング会議で、あの、センスで仰いでたんですよ。こうやって。暑いからね。クーラーも入んないし、帰りの会なんて。もうあっちい,いな、つっ,ったら、おい、てめえ、お前よ、センスで仰いでんじゃねえよ、バカ野郎って怒られましたけどね。あの時マジでなんかピッケルで頭ずっぽりやってやろうかなと思いましたけども、それやっちゃったらね、もう人生終わりなんでね、やめました。はーい。 ま、冗談はさておいて、つきまして、めんざこさんからのお便り。お前だろ、片付けとけよ。時間守れよ。お客様のこともっと考えろよ。など言っている上司が、やたらやりっぱなしで片付けないし、時間を守ったことすらない。これはね、どの、やっぱ大人にも言えるんですけどね、もう野球やってた監督なんかもう最悪ですからね。 もうほんと最悪もう何であんなに理不尽なんでしょうね。自分ができもしないことはあんまり言わない方がいいですよね。なんか自分の親とかってご飯粒は残すなとかそういう小さなことを言,言ってますけどその本人は絶対残さないしその肘ついてたもうご飯を食べるなとかね僕の家はご飯にすごいうるさい家庭だったんでやっぱり本人はちゃんとやってるんですよ。でもやってない本人が言うとちょっとねやりたくない感ありますよね。 これはね、わかる気がする、うん。続きまして、美咲さんからのお便り、受験勉強。いやー、この受験勉強っていうのはすごいストレス、てか、イラっていうか、ストレスですよね。僕はですね、受験勉強をしなさすぎて、受験何ヶ月前ぐらいから、半年前ぐらいから、家庭教師をね、親につけさせられましてですね、猛勉強した記憶がありますね。これ、中学校の時代ですね。あの時はね、マジでもう、は、 頭おかしくなること思った。もう何時間もな、一日何時間もずっと勉強してて、もう本当にやわかった。でも、やっぱり勉強してたら、やっぱりね、いいことあると思いますよ。はい。続きまして、空さんからのお便り。お客さんに代金をもらうときに手渡しでポケットから小銭と一緒に虫がついてきた。 これはやばいっすね。この虫、なんでポケットから虫が出てきちゃうんですかね。怖いっすよ。趣味コレクションだったんですかね。ちょっと僕にはわからないんですが。はい。ということで皆さんね、今回のツイッター募集、なんとですね、今回459件のリプが届きました。本当に皆さんありがとうございます。ということで皆さんね、今日一日頑張っていきましょうということで、また。 次のツイッター募集でお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。